里崎チャンネルジョッ、こんにちは。さあ、はい、プチ炎上させてますから。お、まあぼやだけどね。そんな炎上してなかったけどね、一部。そうですか、ぼやだけだね。え、ここで炎上させるんですか？いや、俺は炎上させるつもりは毛頭ないけどね。はい、あの普通のことを普通に言ってるだけ。あ、そう、感じたこと、はい、解説者と評論家として。うわーってね、やめてくださいね。え、何ですか？いや、なんか怖いじゃないですか、やっぱ。いや、いっぱい燃えると。賛同者もいるから。全員が納得する話なんてないから。まあまあ、確かにそうですね、うんうん、で全員が納得したりとか、はい、全員が、うん、うんって思わない話って回んないよ、はいはい、そうですね、うん、しかも俺嘘ついてまで回そうと思ってないからね、はい、思ったこと言ってるだけ。本当にちゃんと思ってることを言うってことですね。そう、はい、ただ昨日の話、はい、今日月曜日だから、はい、あのサンデーモーニングに出て、はい、佐々木朗希の話したら、はい、すぐネットニュース、はい、だからすごいよね、うん、あのやっぱサンデーモーニングがすごい、はい、言ったらすぐ記事になる、うん、あと、うん、佐々木朗希っていうネタが増してるから、はい、前のマークの動画ともそうだけど、うん、やっぱ興味あるんだろうね、世の中の人は。そうですね、どうなるんだろうね。これが全然違うね、うん、あのどうでもいいような名前言ってても、はい、絶対ネットニュースにも取り上げてくれないと思うわけいやでも今やっぱり注目ですよ、今年どうなるんだろうっていう。そうなの、うん、あの取材とかでも聞かれるわけ、はい、今年のロッテの注目は佐々木くんですよねみたいな、うん、聞かれるんだけど、はい、その時もう何回も取材されて何回も同じことは言ってんだけど、はい、まあ、注目なんだけど、うん、どこまでできるか分かんないから、うん、なんとも期待も何もないっちってえ、期待もないんですか？だって投げれるかどうか分かんないのによ。いや、投げてほしいっていう、早く見たいな、投げてほしいなっていう期待です、こっちは。いつも言うわけ、メディアもそうなんだけど、はい、多分もう絶対出るわけ、うん、このキャンプでも、はい、あの1イニングとか、はい、投げただけで実戦登板みたいな、はい、別に1イニング投げただけでそこまで騒ぐことですかみたいなでもまあここまで全然投げてないじゃないですか、情報、うん、投げてないのか、はい、まあ投げれなかったんだよね、故障箇所があるからね、はいはい、去年はね、うん、大なり小なりの、うん、でその中で投げれなかったんだよね、はい、だから体力強化してきたわけよ、はい、ってなった時によ、はい、これをプロ野球選手の中の一プロ野球選手と考えるのか、特別待遇の温室の中の高級素材として語るのかによって意見が変わるわけ。あー、なるほど。俺はもう、うん、プロ野球選手の中の一選手として語ってるわけ、はい、でも多くの人はこの温室のことを思ってるわけ。なるほど、はい、いやでも確かに一選手だとは思うんですよ、うん、なんだけど佐々木朗希投手がこう1イニングで投げたら、朗希が投げたってなりますよね。え、でもよ、ね、先発でやるんだったら1週間に1回、うんうん、まあ、最低でも120、30球は投げて1週間に1回投げれなきゃいけないわけ、はい、で中継ぎだと、うん、その1イニング、うん、まあ、10球から20球ぐらい、うん、まあ、多かったら30球ぐらい行く時もあるけど、はい、10球から20球ぐらいを最低でもよ、うん、週3回投げなきゃいけない、うん、はい、そうですね。それができて初めてプロ野球選手なの、うん、1軍でもなく2軍でもそうだから、はい、それができて初めてプロ野球選手なのね、うんうんうん、たかがそんな1イニング投げてよ、はい、あのスタートライン立ってないよ。しっかり体ができていて、うん、今年はローテーションに入ってもらいたいって井口監督は言ってるわけよ、はい、佐々木朗希に対してね、うんうん、だからもうしっかり体ができてるんだよね、はい、いやできてるようには俺は見えなかったんだよね。ああ、そうですか。でしかもね、うん、競争だと、はい、ね、去年と扱いは変わると、容赦なく1軍の 1,2 軍入れ替えを行う方針と、実証を見てここまでしっかり体もできているし、今日も投げているところを見て初日からブルペンに入れると思うと、うん、去年と違って今年はローテーションに入ってもらいたいし、練習試合オープン戦含めて1軍で頑張ってほしいっていう、ね、言ってるわけ、はい、っていうことは、はい、もう1選手でしょ、うん、1選手です、うん、はい、これがね、うん、いや佐々木朗希は特別だから、うん、まだ体もできてないし、うん、今年も多分1軍では投げませんと、うん、でしっかり体作りをして3年目5年目に1軍にできるように、はい、まだこのキャンプも時間ためて体力強化をしっかりさせていきます、うん、でコメントしてたら、はい、俺もあんなこと言わないよ、はい、その、まあ、コメントね、何を言ったかっていうと、はい、まあ、そこだね、うん、見てない人もいるからね、はい、あのその番組内では尺もあるからね、はい、詳しく喋れないんだけども、うんうん、番組内では、はい、あの去年1年間、うん、体作りをしてきたわけですよと、うん、オフシーズン、プロ野球のオフシーズンっていうのは、はい、1年間頑張った人だけが休んでいいわけですよ、はい、もしくは休まない人もいるわけですよね、うん、っていうことは佐々木朗希はオフ休むべきことじゃないんですよね。
あ、まあまあ、だって体力強化しかしないんだから、オフも体力強化でしょ。ずっと体力強化しなきゃいけなくなった時に、うん、で今年はローテーションを争わなきゃいけない立場で、今のこの時期に、はい、この立ち投げのピッチングは緩いですよね、まあ、激励の意味を込めて頑張ってほしいんでね、勝つですって言ったんですよ。あー、勝つにしたわけですね。そう、うん、だからそのね、立場、井口さんもそうやって言ってるわけでしょ、はい、ローテーション勝ち取ってほしいと、うんうん、言ってるわけは1選手ですか、はい、ってなった時に、うん、でしかも1年間1試合も投げてないわけでしょ、うん、2軍でも、うん、でしかも1年間体力作りしてきたのに疲れてないわ、うん、と思うわけ、はい、疲れてないのに休む必要ないじゃん、はい、っていうことはそれを継続して、うん、その11月12月1月もやってきてこなきゃいけないよね、はい、でその時にブルペンで立ち投げしてる姿を見て緩いなって言ったの。あー、なるほど。まあ、確かに自分でもやっぱこれだけ期待されてるっていうのは分かってますし、1年間何もできなかったってなったらもっとそう、まあ、もうちょっとこう危機感を持って、ね、そう体力作りでフォームとしても緩いし、うん、あ、そんな感じのキャンプインなんだっていうので緩いなって言ったら、はい、すぐネットニュースになって、はい、そっちの人たちが言うわけ、はい、じゃあって、まあ、別に俺は痛くも痒くもないんだけど、もっと大事にしないといけないからそれでいいんだっていう、そう、うん、でも監督そうやって言ってへんじゃん。監督はそうですね、もう一戦力になってもらいたい。俺は監督がね、はい、いやまだまだって言ってたらそんなこと言わないよ、はい、監督競争って言ってんのに、はい、皆さん言ってることと監督の言ってることは違いますけど、どうですかねみたいな、はい、それか、いやそんなあの井口さんの言ってること嘘やもん、うん、リップサービス言ってるだけやもんの派なのかな。あ、まあ、そういう方もいるかもしれないですよね。うん、そう、うん、もうそんなこと言ったらもう全員のコメント自分の好きな解釈していいんでしょ、はい。まあ、皆さん自由ですからね。うん、解釈は自由ですから。でしょ、はい、そしたら俺も誰かに何とか言われる必要だよね。確かにそうですね。っていうので、はい、あのなんかぼやってるわけよ、はい、でもよ、競争なわけでしょ、はい、これ桑田さんも言ってるんだけど、はい、キャンプで投げ込み指令をしてるわけ、はい、でも桑田さんって体を大事にしてあんまり投げないでみたいにやっていこうみたいな、怪我したら困るからみたいなようなタイプに思うじゃん、はい、今までの発言考えるとね、うんうんうん、それがキャンプで投げ込み指令って、今までとちょっと言ってることが180度違うみたいな感じがするわけ、はい、でもその内容に、うん、まあ、当たり前だなと思うことが、はい、その小学生とか中学生とか高校生とか、うん、そのまだその子供の時にそんな無駄に投げ込んで怪我するのはそれは問題あると、はい、でもプロにまでなったら、あ、投げ込みしていかないと、うん、やっぱ能力上がっていかないと、うん、でそもそも投げ込みが悪いわけではないと、うん、怪我するまで投げるのがダメなんだって小松さん言ってる。ああ、なるほど。もうそれも最も、はい、最もよ、うん、だってやんないとうまくなんないじゃん、はい、そもそもね、うん、でピッチャーだったら投げ込み、はい、バッターだったら振り込みとか、はい、まあ、走り込みとか、はい、いろいろあるよね、うん、それをやんないとうまくなるわけないわけよ、はい、確かにこう上限をちょっと突破して成長していくようなところがありますね。そうそう、でその中でもちろん怪我するまでやるのはダメよ、うん、はい、その無茶苦茶やってね、うん、でも怪我しないまでもうしっかりやっていかなきゃいけないじゃん、うん、段階ついて、はい、しかも若い時にやっとかないとジジイになったらやりたくてもできないわけ怪我するから逆に、ね、確かに年齢っていきなり投げ込みってしたらね、うん、グリってきそうですもんね。子供から大人になって子供になっていくわけよ、また、はい、体が耐えれなくなってね、うん、っていうことはその時にやんなきゃいけない時に怪我するからつって、だからもうさ、多分まあ俺がもし現場にいてもそうだけど、うん、もう怖いよね扱うのが、はい、だって怪我しさしたら何言われるか分かんないじゃん、うん、そうですね、日本全国から、うん、ロッテはダメなんやと、うん、あのコーチダメなんやとか、うん、あんな日本の宝壊したとか言われたら、うん、もう常にもうローだよね、うん、運転が。でもそれって怖がってたら誰もその厳しく指導できなくないですか。だからよ、うん、本人がどこまで自覚持って厳しくできるかが勝負なんだよ。ギリギリ行かせれないからね、もう怖くて、うん、で、あの本人が痛いって言ったら終わりよ、それ以上引き上げられないじゃん、うん、だそこもまあ難しいんだけど、はい、ってなった時によ、うん、投げないんですかねみたいな。でもなんかもう本当に大事に大事にされすぎてもなんか登板期間を本人もこう失うかもしれないし、うんうんうん、なんかもうちょっとこうグイッと言ってほしい気もしますね、うん、だからどうなんだろうね、分かりにくいかもしれないしちょっと違うかも分かんないけど、はい、車で例えると、はい、エンジン、うん、フェラーリ、うん、F1 級すっごいエンジン積んでる、はい、スピード300キロ、うん、もうレース出たらもう1位になるぐらいスピードめっちゃ出るよと、はい、その代わりボディがハリボテだから
あの走らせれない、はい、壊れるからねだから今はあのボディをこのエンジンに耐えれるようにやってますと、はい、鍛えてるってことですね、うん、鍛えてるって、うんうんうん、だから、はい、でも、はい、300キロですっごい、うん、すっごいいい車、うんうん、で走れますか、うん、それは走らせはできないよ、壊れたら困んじゃん、めっちゃいいやつやのにこんな壊れたら困るやん、でも壊れたら誰責任取んの、めっちゃいい車よ、そうですね、うん、でもでしかもボディハリボテなんだから、うん、ボディが強靭になるまで今やってんだから、はい、そのごちゃごちゃ言うなよと、ああそうなんですね、でも、うん、あのオーナーは、はい、監督っていうオーナーは、はい、今年レースで使うって言ってますけどね、そんな嘘やろお前壊れちゃうんだから、ああそうなんですね、いやでも確かにって言ってるのと一緒よ、でしかもよ、はい、もう一つ気になるんですけど、はい、そのエンジン300キロ出るんですよね、出る、この前も1回走ったら出た、はい、その代わりちょっとボディが歪んで故障したからもう1回直してるんだけど、はい、あそうなんですか、でもそのエンジン300キロ何回も出ても壊れないんですか、あーそのテストまだしてないあそうなんですね、あ一発でスピードは出るけどもそれを継続してレース出るとそのエンジン、もうそもそものエンジンが300キロ出なくなったり故障するかもしれない危険性はまだテストされてないんですか、うん、まだしてない、でも一発走ったら300キロ出る、うーんって言ってるのと俺は一緒のように聞こえるわけ、うーんそうですねでもそうやってやったらいつまで経ってもね出てこられないですね、そのレース走れないですねその車、うん、だからそのいつ万全になるんだって話ですもんね、遅くなるよね、うん、どんどんだいぶ、うん、でもまあ怪我したら怖いじゃんっていう意見もわかるけど、うん、えどうなんのみたいな、そうですね、うん、でも言ってんじゃん監督みたいな、うん、今年ローテーション入ってもらいたいしやらせますみたいな、はい、競争ですみたいな、はい、でできるから1軍にいいんじゃないのみたいな、はい、だってロッテなんて一緒の施設でやるのよ、うん、1、2軍、はい、メイン球場とサブ球場には分かれてるけども、うん、トレーニングする陸上競技場、うん、室内バッティングする鳥かごブルペン、うん、全部1、2軍一緒よ、はい、ご飯食べるところも、うん、でホテルも一緒よ、うん、一緒じゃん、はい、1軍も2軍もいいですね、うん、でも1軍にいるんでしょ、はい、それはもう競争ってことなんでしょって見た時に緩いなって思ったわけ、あーなるほどそうですね、うんうん、だってもう万全というか1軍でバリバリできるかできないかのこの瀬戸際でこう戦ってる選手たちもいるわけですよ、うん、そう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 、そでそこで1軍に行くんだよ、そうですね、うん、でもまだそんなにバリバリ競争っていう感じじゃない感じで1軍にいるんですもんね、のように見えるわけ、うん、俺はね、だから緩いなっていうのが全部含まれてんだけど、うん、まあお分かりになりますかねしかも俺はね、はい、そもそものスタイルが、うん、誰かに賛同を得てもらえたがために、うん、あのコメントしてるわけじゃなくて、はい、自分の考えをコメントしてるわけだから、はい、別に賛同なんてしてくれなくてもいいわけ、うん、一番賛同してほしいのは、はい、いや俺を雇ってくれる人たちに賛同してほしいだけよ、はい、雇い主さんだし、そうそう、だってそしたらそこに呼ばれるってことは仕事があるってことじゃん、まあね、っていうことはそれを求められてるってことじゃん、はい、で打ち合わせの時も佐々木の話した時に、うん、まあ仲いいからね、ディレクターの人、はい、さっちゃんそれ放送内でも言ってもらえるの、別に言えますけど、あじゃあそれ言ってねっつって、結局ねそれ言えないとお呼びがまたかからなくなるわけ、うん、でしかもそれを言って俺いろんなコメント欄見たけど、はい、賛同する、分かるっていう人もいれば、うん、分からないっていう人もいるわけ、はい、それは当たり前なのよ、うん、そんなのは、うん、その中で、で崖っぷち選手で、はい、ゆうちゃんと清宮の話もしたけど、うん、言われたくないんだったらもう結果出すしかないわけよ、はい、俺とかもそうなの、うん、言われたくないから結果出してきたら言われなくなるわけ、うん、結局はね、はい、だそこに行けば佐々木すごいってなるわけよ、うん、誰でもね、はい、でも今のところ見てたら俺はそう思いますよっていう話、うん、そうですね、まあなんかファンも、まあ、一私としてはもう見たいし、うん、試しにも早く投げてほしい、だから投げれないのかなっていうね、投げられないんですかね。でもう一つね、はいはい、気になるの、もし俺がね、はい、他の選手の立場だと、はい、うんって思うのが、うん、年俸1600万で、あそんなあるんですか、現状維持、はい、なのよね、うんうん、多分期待量も含めてなのね、はい、でも、うん、まあ、こんな言い方したらあれだよ、1年間プロ野球選手の務めは試合に出ることなのね、はい、1軍でも2軍でもね、うん、練習することじゃないわけ、うん、試合に出て結果を出すことが、まあ、務めなわけよ、ね、はい、ってなった時に1年間1試合もしか試合出てないんでしょ、うん、でずっと練習だけなんでしょ、はい、で2軍でもう必死で頑張って結果出なかったかもしれないし、はい、1軍上がれなかったかもしれないけど、うん、あの年俸が600万ぐらいで、
全1年間怪我もなく全部頑張って、片や現状維持で、片やダウン年俸、それはたまれないよね。そうですね、なんか辛いですね。辛くない？はい、何の違いですかみたいな。うんうん、いや確かに、いや考えようによってはもちろんその期待量っていうのがあって、で 4,5 年しても全くダメだったら下がっていくんじゃないかとも思うんですよ。でもそれだったらその同じの人たちもさ、うん、下げないでほしいよね。いやそうなんです、そうですね。しかも最初のスタート1000万差あるからね。はい、そうですね、うん、だからよ、うん、もうこれの例えも正しいかどうか分かんないけど、はい、同じ会社でよ、バリバリの同じ同期ですと、片や大学首席で出て、うん、もう超スーパースター鳴り物入りで入ってきて、はい、最初の初任給から高いと、でこちらは、まあ、入ってきたけども、まあ、こちらは初任給低いと、はい、1年間身を粉にしてめっちゃ働いてきたと、うん、ガンガン、片やこっち、いやちょっと体調悪いからって言って、うん、全部内勤で、うん、あの自分のことだけやってたと、はい、で終わりました、来シーズンちょっとあの給料ダウンです、でこちら維持です、えみたいな、なんだ、いやもう腹立ちますねってなるじゃん。なります、なります、当事者になるとね、はい、ってなると、うん、それぐらいの期待値は周りはしますよね、はい、いやそうですね、だって2年間練習だけで現状維持じゃないじゃん、うん、今年頑張ってくださいよも含まれてるわけじゃん、うん、それを全部含むと、うん、そういうコメントよ。もう一番気になるのは、うん、え投げれるのかなっていう、その1イニングだけじゃないよ、はい、でブルペン入ったってよく言うんだけど、立ち投げはブルペン入ったって俺は言わないよっていう、キャッチボールキャッチボール場所がブルペンだっただけ、はい、だからあんまりこうしっかりちゃんと投げてる姿っていうの見たことないんですよね。見たことない、うん、だからあの去年の6月かなんかにシートバッティングで160キロ出ましたって言ったのが最後よ。でその後、うん、まあ、どっか痛くなったのかもしれないしあれだけど、1回もまあ表だったところに投げてない、うん、でよく言うわけ、いやでもブルペン入ってるらしいですよって言うから、うん、いやブルペン入っててもブルペンってキャッチボールしてるだけかもしれないし、はい、そうですね、分かんないですね。だからもう投げれるかどうかも分かんないね俺らはね、うんうん、でもどうなんだろうねって、投げれるんだったらあの自主トレのちょっとしたピッチングキャッチボールの二十何球は緩いなと思うし、はい、うん、投げれないんだったら、うん、まあリハビリかとも思うし、はい、でも一軍で勝負かけるって監督が言ってるから、うん、リハビリじゃないよね、まあ、でも監督もそうそう、何かまあ情報っていうか、うん、あって状態見てそう言ってるわけですよね。だ状態見て体できてるって言ってるから、うん、だからある程度できてるんじゃないですか。そうそう、でね、あるところは体がね、はい、やっぱ大きくなってるっていう声聞くよって言って、あ、うん、いやそりゃそうでしょって言って、うん、1年間よ一軍にいてよ、朝から晩までよ、はい、めっちゃ豪華な飯食ってよ、はい、でトレーニングするんでしょ、うん、で19歳から20歳でしょ、うん、誰でもでかくなるわって言ってそうですね、うん、一軍にいてよめっちゃ豪華な飯朝から晩まで食うんだよ、はい、うん、二軍とは天と地よ、はい、出てくるご飯が、うん、遠征もついていったら高級ホテルのビュッフェを朝昼晩食う、ステーキ焼いてるとこを食べれるわけよ、はい、その食べ盛りと成長盛りが、うん、でトレーニングするんでしょ、うん、誰でもでかくなるわって、ね、でもむしろそれで体型が変わってなかったら逆にやばい、逆にやばい、うん、だから、はい、それでかくなったって言うと当たり前ですっていうそうですね、まあ、みんな高卒で入った方って1年でかなり大きくなりますもんね。だっていいご飯って今まで天と地ほどの違ういいご飯食べるんだから、はい、で毎日トレーニングしてるんでしょ、まあ、できないからねトレーニング、うんうん、痩せるようなことしてないじゃんそもそも、そノープレッシャーなんだから、はい、大きくなりますねそれは。もうなんか最初の実戦が2月11日らしいけども、うん、はい、まあ、そもそもそこに上がれなかったら、うん、まあまあきついよ ね、 そうですね、今年も。いやただ本人はこの間ニュースで田中将大選手が帰ってくるとなった時に、うん、小学校の頃から見てて同じ東北じゃないですか、うんうんうん、もしかしたら投げ合えるかもしれない、楽しみだって言ってたんですよ、うん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 、実現したらめちゃくちゃ楽しいですよね。そうですね、うん、まあ、その前にはやっぱりその、うん、投げてるところを見ないと、ブルペンでやっぱり100球ぐらい全力で投げれないと。そっか、まあそこも見てないんだもんな。そこも見てないよ、投げれるのかどうかが分かってきたもん俺。いやもう期待はマー君対ローキーっていうのもすごい期待してるんですけどね。それだったらマー君対ユウちゃんの方が早いかも分かんないよ。開幕？いや開幕はないけど、ないか、うん、だからそこがね、はい、まあどうなるのか、はい、まあキャンプもね、うん、2月1日から始まりましたし、はい、まあそこはね、うん、見ていきましょう。はい、いやすごい楽しみですよ、でも。いやその楽しみは楽しみよ、すごい楽しみ。でも投げるのかどうか分かんないから、はい、投げてるとこ早く見たいです。そう1イニングだけじゃなくてね、はい、まあ、ブルペンで100球ぐらい投げ込みしてるところを見てみたいですね、はい、
でその中でフォームが維持されてるのか、うん、綺麗なフォームで投げてるのか、球筋はどうなのかっていうのをチェックしたいですね、はい。まあ、立ち投げでもねフォームはいい形で投げれてるんで、はい、あとはそれがねどうポテンシャルとして出るかはまあ楽しみですよね、うん、楽しみです、はい、はい。